さんこんにちは。今日は、北極焼きそばを食べたいなと思います。あとはこれを食べながらおすすめの映画でも紹介しようかなと思います。ということで、早速ちょっと作りたいなと思います。このね、蒙古タンメンシリーズ食べるの初めてではないんですけど、これね結構お気に入りなんですよ最近。あのブルダックシリーズも好きなんですけど、ブルダックシリーズのあの黒いやつみたいな辛さですね。これは同じくらいの辛さで、とりあえずお湯入れます。お湯を入れて、何分だ、お湯入れて5分待ちます。はい。でその間に最近見たのが、最近結構映画をよく見ててるんですよ。なんかね、あんまりどこにも行けないからちょっといろんなインスピレーションを受けたいなと思って、結構意識的に映画見てます。映画とかドラマとか海外の。最近のおすすめは、じゃあ第3位からいきます。第3位モダンラブですね。モダンラブ、モダンラブ知ってますか？モダンラブ、今日もニューヨークの街角でっていう題名ですね。シーズン1、1個完結の8話、おだらだだ、1個完結の8話の物語で、まあ、ドラマじゃないんですけど短編映画みたいな感じで、いろんななんかこう人間愛みたいなのを描いてて、めちゃくちゃ感動しますよ一つ一つ。しかも結構有名な人ばっかり出てて、いや、あの夜しっぽりしたい時とかいいんじゃないかなと思います。で次が、あれお気に入りに入れてないのかな、あこれこれ、グッドボーイズってやつです。これもめちゃくちゃ、これめちゃくちゃ面白くて、なんかね3人の男の子が主役なんですけど、その子たちが全力でおバカなんですよ。だからめちゃくちゃ可愛くて、でもなんかほっこりする。これ1時間半くらいで終わるんで、結構サクッと見れますね。気楽に。めちゃくちゃ全力でおバカで可愛いんですよ。っていうので、これなんかちょっと元気になりたいなっていう時とかおすすめです。で、栄えある第1位は、The Bold Type。ザ・ボールドタイプじゃないな、英語だとザ・ボールドタイプっていう題名で、アマゾンプライムとニューヨークガールズダイアリーって出てますね。ニューヨークガールズダイアリーってやつで、ネットフリックスもアマゾンプライムもアマゾンビデオプライムビデオもフルも見れます。
で、Hulu だけ最新版が出てて、今第4シーズン見てます。これもめちゃくちゃ好き。あのね、女の子3人が主役で、現代版セックス&ザシティみたいな感じですね。なんか仕事も恋愛も友情も描かれてる感じの、リアルなっていうかそのニューヨークの女の子たちのお話っていうやつです。そうだから、だろうな、いろんなこう方が楽しめる映画じゃないな、ドラマかなと思います。でそうこうしてるうちに5分くらい経ったかな、5分経ってますね、5分喋ってました。ちょっとお湯を捨ててきます。はい、こんな感じでめっちゃキャベツ入ってていいんですよ。いきます。やばくないですかこの色、体に割れそうな色してるわ。これ入れて、はい、粉末入れて、なんか最近めちゃくちゃなんか暑くないですか。なんか5月ってこんなに暑いっけみたいなくらい、基本的にあんまり外出ないんですけど、たまに出た時めちゃくちゃ暑いなみたいな感じ。辛いの結構 いける口でして、これはね、あの、悶絶レベルじゃなく食べれます。ブルダックシリーズのね、赤はちょっと、赤はさすがにだいぶ辛かったです。激辛の激辛みたいなくらいの辛さ。これおー結構ね、なんだろう、中太麺くらいで、わかりますかね、こんな感じでね、見えないか、結構あのキャベツがいっぱいいい感じなんです。結構蒙古タンメン、蒙古タンメン中本シリーズ好きなんですけど、本家で食べたことないんですよねお店に行ったことはないっていう。はい、混ざりましたかね。じゃあいただきます。ちなみにこれピーチティー、牛乳がなかったんで、牛乳がいいんですけど本当は。いただきます。うん、キャベツめっちゃ好き。うん、ちなみに今何時だ、11時くらいですね。うん、うまっ。なんか
この前インスタでこれともう一つ冷凍の方の焼きそばみたいなうどんみたいなのも紹介したんですけど、あっちはすごい山椒的な辛さで、こっちと辛さが違う感じしました。こっちはなんか後から来るうまい辛い的な感じで、もう一個の方はほんとザ山椒って感じ、山椒です、私みたいなのが最初に来て。結構山椒苦手な人は苦手かもしれない味ですね。ちょっと行儀が悪い角度ですけど、食べにくいなこの角度。うん、ね、結構量は入ってるからちまちま食べるのがめっちゃ好きなんですよ。うーん、やっぱ思うのは日本人的な辛さになってるっていう感じ、お出汁の旨味的な。ブルダックシリーズはもうほんと韓国の辛さって感じ。まあ韓国行ったことないんですけどね、韓国的辛さ。まあ一日食べたくらいだったら私お腹は平気なんですけど、連日食べるとちょっとやばいしね。なんで皆さん連日食べないように気をつけてください。うん、結構レトルト麺なのにもちもちしてて麺が、これがね、いいんですよ。甘い。最近結構ティー系も好きで、コーヒーよりなんとかティーみたいなの選びがちですね。基本的に牛乳飲んでるかも、朝とか。なんかこれは私の体質かもしれないけど、なんか選手の時から牛乳飲むと代謝が上がる感じするんですよ。なんか体の巡りが良くなってる感じ。実際に熱中症対策に結構牛乳良くて、練習後とかめちゃくちゃ暑い日の練習後とかに、なんかプロテインを牛乳とか、まあ、豆乳とかでもいいと思うんですけど、で溶かして飲んでました。うち熱中症すごいなりやすくて、何試合くらい倒れたんだろうってくらい試合の後結構ぶっ倒れること多くて、暑さに、蒸し暑い暑さは得意なんですけど、カンカン照りの暑さはめちゃくちゃ弱くて、やっぱやってる時気づかないというか、やばいのことに気づかないんですよ。なんかもうハイになっちゃってて、でふって試合終わった途端にやばいやばいやばいってなるっていう。
本当に毎度毎度トレーナーにお世話になります。はい、暑いですよね、本当。でもやっぱオーストラリアの50度の夏は本当にやばかったですね。去年、まだ去年か、去年の1月とか本当暑くて50度とか普通にあってありえなかったですね。炎天下50度の中ブドウの葉っぱをトリミングするっていうことしてました、1年前。それが今はプログラミングをしているっていう。すごい変わりますね、人生。なんか毎日めちゃくちゃ学ぶこと多くて、リモートワークも初めてだから最初慣れなかったんですけど、なんか慣れると快適ですね。私は結構向いてます、リモート。めっちゃ集中できるというか感じしますけど、皆さんどうですか？リモートになった方も多いんじゃないですかね。そんな感じですよ。でも気をつけないと、なんか仕事とプライベートがもうすぐ切り替えられる状況だから、なんかちょっと分かんないこととか、うまくこう理解できなかったこととかをいつまでも引きずっちゃうっていうのがあるんで、そういうのもあって意識的に、なんだろう、映画見たりとか本読んだりとかしてずっと考えないようにしてます。結構ずっとそのことをやっちゃうんで、そうするとね、余計わかんないんですよ。考えてもわかんないもんわかんないから一旦諦めます。で、わかる人に聞くか、なんかふと違うことをしてたら見せた、またねひらめいたりするんですよ。だから結構大事な時間かも。旅もそうですね、ある意味。うん、10分くらい食べてましたよ。全然減ってない。辛くて進まないんじゃなくて、もったいないからちまちま食べてるっていう感じです。結構余裕です。別に強がってないんですけどね、余裕です。まだちょっと鼻の下に汗かくかなくらいの辛さです。ほんと美味しい。ということで、ちょっと今日喋りまくってんで、そろそろあります。また辛いものシリーズやろうかなって思います。じゃあ皆さん良い週末を。バイバーイ。